れてきました、オーナー。兄はこいつです。ん？いやー、どうもすいませんでした。ああ、足が！ボケー！これは今やったんじゃねえ。だが、全身打撲だ。治療費に船の修理代高くつくね。負けてくれなんて言わないさ。おお。でも、金はない。ん？はあ、きっぱり言いやがるぜ。まあ、金がねえんじゃ、働くしかねえな。なあ、ちゃんと償うよ。1年間雑用ただ働き。ああ、1年ただ働き。それで許してやる。1年って1年か。ん？何のつもりだ。1週間に負けてくれ。きっぱり言いやがるぜ。2週間。おい、人の店を破壊し料理長の俺に大怪我を負わせといて、たった1、2週間のただ働きで落とし前はつくめえよ。決めた、3週間。きっぱりと。で許してもらうことに、この俺が決めた。おお、そんなに時間が惜しいなら、手っ取り早いけじめのつけ方を教えてやる。足一本置いていいな。いやだ。きっぱり言いやがる。